こんにちは、コーダリエです。モンジュー。ここはフランス・コルシカ島のアジャクシオ市。今日はこれからプチトランの小さな旅に行きましょう。出発は港前、市役所もあるフォッショ広場。バッジをつけて出発です。このプチトラン、冬の間はありませんでした。この日は4月4日、シーズンが始まったばかりです。プチトランのこのテンポとリズム、いいですね。街並みがゆっくり見られて、写真も撮りやすいです。そしてもちろん、徒歩では行けないところに連れてってくれるのもいいですね。1時間半のコースではレジリソンギネーハン、地に植えた島というところまで行くことができます。英語とフランス語で案内が流れていました。ここはナポレオンが好んできたと言われるところで、現在は銅像が立っています。海も見えるところで15分の自由散策、そしてまたプチトランに戻ります。オレンジもなる海際の道を走っていきます。プチトラン結構ガタガタします。そして窓がなくて風を受けるのでちょっと寒いですね。なので何か羽織るものを持って寒くないようにして参加してください。この辺り市のバスも通っているので、時間を自由に使いたい、自分でバスに乗れるわという方はバスに乗っていくことも可能です。でもこのプチトランで行く特別のこう旅行気分、いいですよね。私はとても気に入りました。この海際の道、別荘やホテル、レストランなどもあります。こちらはアジャクシオ生まれの歌手にして俳優ティノ・ロッシーの邸宅だったところです。さあ、地に植えた島の見えるところに来ました。ここで15分の散策時間です。島の先まで行くことはできませんが、ゆっくり海を見て、カモメも眺めて、山も眺めて、しばらくのんびり過ごすことができます。ここから先の海や山の風景は車で来た時に別の動画にしてありますので、よかったらそちらをご覧ください。帰りは山側も見てみましょう。山と海の組み合わせがコルシカの魅力。それをどちらも見ることが可能です。墓地に差し掛かりました。上に十字のついた小さな家とも言っていいぐらいの建物がいくつも並んでいます。これらお墓なんです。後ろにマンションがあって、その後ろに山があって、でも手前がお墓、目の前は海です。コルシカ島のお墓、どの町に行ってもどの村に行っても本当に立派なんです。海の前で永遠の眠りについている人たち、この世ではどんな人生を送っていたのでしょうか。アジャクシオの町に帰ってきました。砦の前を通ります。街中も少し通って、説明も聞きつつ、最後は来た時と同じように港に帰ります。プチトランの旅、いかがでしたか。最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント欄にご感想などいただけたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。 Merci beaucoup, bonjour et à très bientôt.